フルカスタマイズみたいな決断ありましたね。だからもうあんだけ大きいけども、うん、そういうあの幅着とかも入れずに、うん、高さが 1m60、うん、幅も同じぐらい、うん、で奥行きが90だったかな、うん、結構大きく見えますね。大きいですね。あれ作るの何ヶ月ぐらいかかるんですか。あれは3、4ヶ月、4ヶ月かかったかな、うん、デザインは職人に、うん、あのまずお客さんと、うん、あのデザインを打ち合わせて、でそれを職人に振って、うん、でデザインさせて、うん、でそれをまたお客さんのところに持っていってっていう形で、うん、何回ぐらいやり直し、あのデザインやり直したんですか。あんまないですね。先にもう打ち合わせちゃうんで、デザインを先に、うん、細かくで、そういうふうにデザインさせちゃうので、うん、まあもちろんそこの段階でもうちょっとここがっていうか直しますけど、うん、だいたいあので出来上がった図面を見ていただくと、うん、あ、ここそこんな感じでいいね。なるほど。色とかどう決めるんですか。塗る段階って一番最後なので、もうそれで作り始めちゃうんですよ。で、その後色をじゃどうしましょうか、うん、大まかに材質だけは決めて、黒炭で行こうとか、うん、シタンで行こうとか、手焼きでやろうとか、うん、家を見て決めるわ。そう、お客さんと話して、うん、でこの間のなんかは周りが全部手焼きなんで、うん、これも手焼きがいい。なるほど。で、最初は色をどうしようかってなった時に、周りと同じ色って最初言ってたんですよ、うん、でもやっぱりその布施さんと、あと設計士の方と私とでこう話しているときに、ここが周りと同じ、周りが黒に塗ってあるんですけど、その黒いあの渋い色にしちゃうと部屋の雰囲気自体がちょっと暗くなりすぎちゃうんじゃないかっていうことで、でもうちょっとあの明るすぎず、でももうちょっとあの欅の木目も分かりやすいような色味でってことで、あので色見本を4枚か5枚ぐらい作っていって、同じ色だけども木目だけちょっと墨を入れて、あの木目が より見えるようなものを用意したりとかして、その中で、あ、じゃあこれがいいねって。使ってる木がケヤキっていうのは、あの見れば分かるんですか。一番分かりやすいですね。ケヤキは分かりやすい。設計さんとか大工さんとかと確認しますけど、うん、こうやってね、材料を全部把握してるんで、新宿のお宅でそこに入れるこの間取りに新しく、ね、あの仏壇を入れたり。そうです。まあね、あの自分たちの住む家も新しくなるんで、うん、仏様のお家も新しくしましょうってことで、オーダーメイドで家も設計してるんで、うん、そしたら仏壇もオーダーメイドで同じようにやりたいということで、うん、